ミゲル・アンヘル・ソコロビッチは、ベネズエラ・ミランダ州カラカス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2019年現在は、メキシカンリーグのワッハカ・ウォーリアーズ所属。2004年1月10日にアマチュアフリーエージェントで、ボストン・レッドソックスに入団。2008年1月28日に、デビッド・アーズマとのトレードで、ウィリー・モタと共に、シカゴ・ホワイトソックスに移籍。 それぞれのマイナーチームでプレーした。2011年11月2日に FA となった。2011年11月22日にボルチモア・オリオールズと契約。2012年7月14日にメジャーデビューを果たす。2012年8月23日にウェーバー工事を経てシカゴカブスへ移籍した。オフの11月3日に FA となった。 2012年11月13日、広島東洋カープとの契約が大筋で合意していることが明かされた。そして同年12月18日、正式に獲得を発表した。背番号は58。2013年シーズンは5月に右肩に違和感を訴えて登録を抹消。その後、キャムミコラ用の怪我によって8月頭に一軍に復帰。 しかし、8月末に再び右肩に違和感を訴えて登録を抹消。そのままシーズンを終えた。この怪我のため、一軍では中継ぎで11試合の登板に終わり、11月6日に自由契約公示された。2013年11月21日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2014年はメジャーでの登板はなく、 参加の AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレーした。2014年11月11日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。2015年5月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は3年ぶりにメジャーの舞台に上がり、28試合にリリーフ当板して4勝1敗。 防御率1.82ホイップ1.18という成績を残した。29.2イニング投げて許したホームランは1本だけだった。2016年は15試合のみに登板して1勝、防御率2.00だった。2017年5月27日にリーフとなり、29日に40人枠を外れる形で、参カのトリプル A 級メンフィスレッドバーズへ配属された。 オフの11月6日に FA となった。2017年11月16日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2018年3月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。リリーフ1試合に登板して無失点だったが4月2日にリーフとなり5日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級。 グーイネットストライパーズへ配属された。4月21日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月26日に再び40人枠を外れる形で AAA 級グーイネットへ配属された。5月30日に3度メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月3日に3度40人枠を外れる形で AAA 級グーイネットへ配属された。 2019年はメキシカンリーグのワッハカ・ウォーリアーズと契約。ゆったりとした指導から小さなテイクバックでボールが見えにくい投球フォームが特徴。持ち玉は時速 150km 超のストレートとツーシームに加えスライダーチェンジアップ。ありがとうございます。